Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent.大統領経験者が刑事裁判で有罪評決を受けるのは史上初。不倫関係にあったとされる女性に口止め料を支払い、これを隠すために業務記録を改ざんした罪に問われていた裁判。12人の陪審員全員が34件の罪状すべてで有罪だと判断したのです。しかし、真っ向から対抗する姿勢を見せたトランプ前大統領。裁判は7月11日に量刑を決める審理が行われることになります。11月に控えている大統領選挙にどのような影響があるのか注目されていますが、もし収監となった場合はどうなってしまうのか。ロイター通信は最長4年の禁錮刑が科せられる可能性があるとしていますが、仮に収監されても選挙活動は可能であり、選挙に勝てば大統領にも就任できると報じています。では支持率への影響は。I hope this turns the tide and more people realize that he should not be allowed to be president again.It's only going to increase his support, like every other time they indicted him. 今夜はトランプ前大統領の有罪評決が及ぼす影響について考えます。ひろゆきさん、いかがですか？その証拠とか、もともとお金渡してたよっていうその弁護士さん自身が自分で証言しているので、多分有罪になるだろうは割と世間も予想してたと思うんですけど、ただそれがちゃんとその全員で12人で有罪判決したっていうのと、あとただ怖いのがその影響があんまりないっていうことがすごいなっていう方が逆に僕驚いていて、有罪になったにもかかわらず支持層というのはほとんど変わらないんですよね、考え方が。でやっぱ日本だとやっぱりその有罪判決受けた人がその総理大臣ってやっぱおかしいよねってなるし、でフランスでもあの大統領候補だったフィヨンさんが有罪判決受けて、降りますっていうのもあって、でもトランプ大統領が収監される可能性は結構低いので、その77歳で高齢で初犯だとほぼ収監されないので、そうするとなんか有罪判決受けたけど大統領になりますっていうコースがまだまだ結構強いなっていうのがすげえ時代になったなと思って見てます。ね、これ時代なのか国民性なのかっていうところもこの後話していくことになると思うんですけど、ゲストをご紹介します。早稲田大学公共政策研究所の招聘研究員で国際政治アナリストの渡瀬裕也さんです。よろしくお願いします。はい、まずはこのニューヨーク州の裁判所の評決結果いかがですか、渡瀬さん。そうですね、これはニューヨーク州という、非常に民主党が強い州での、裁判の結果なので、当然こうなるかなというところはあります。で、先ほどお話しあったようにあとは量刑がどうなるかということで、初犯なのでどこまで軽くなるのかという、そういうそもそもそういう争いだと思います ね。で、有罪になったかどうかっていうことも、実は控訴するのは簡単なので、まだ有罪になったというふうに思ってない有権者の方もかなりいると思いますね。決まったら大統領になれるっていうのを驚いている方も日本では多いと思うんですけど、まずあの評決の直後にトランプ氏が寄付を募るサイトがパンクしたという報道もあって、むしろ支持が強まったという見方があるし、実際サイトはパンクしているということなんですよね。これ熱烈な支持者っていうのはやっぱ変わらないんですか。これはあのトランプ陣営にとってはある種予定通りのことだというふうに考えた方がいいと思いますね。ここに至るまでもトランプさんが裁判にかけられるとかそういう段階になると、支持者がたくさん献金をするっていう現象は何度も起きて、いるので、今トランプさんは、4月でちょっとお金の面で、少しバイデンさんに盛り返したんですが、でも集めたお金の量は少ないので、まだバイデンさんと比べるとですね、なのでここで一気に、寄付金を集めるかっていうチャンスだというふうに考えていると思いますね。寄付金の額イコール支持の硬さとか多さっていうわけでもない。寄付金の額はですね、支持の硬さ多さでもあるんですけど、もう一つは体力なんですね。そのお金がこの寄付金で集めきれないと選挙戦が途中であのスタミナ切れしてダメになってしまうということもあり得るので、だからこれはあの
今ですね大統領選は競馬でいうと第2コーナー回ったぐらいですからまだ第3第4コーナー走り切るにはトランプさん側のお金はまだ足りないので集めなきゃいけないっていうのもあると思います、はい、両院陣営とも200億ぐらい集めてますけど日本円でこんなにかかるんですかアメリカの選挙アメリカの選挙ですね金が全てだと思っていただいた方がいいですねそのテレビ広告打ったりとか、まあ、インターネットの話もそうですけれども、はい、あとスタッフ雇ったりとかですね、はい、どれぐらいそこにお金を投入して人々にそれを 見させ続けることができるのかというのが、まあ、両陣営の勝負ですアメリカの場合ってその要はこういう政策してほしいよねっていうのがすごい明確に分かれて大統領が2人になるので、うん、じゃあ中国と取引ずっとしたいですっていう人であればやっぱりそれはバイデンさんにお金を払ってでも俺のビジネスは続けたいってなるしじゃあもう中国を敵対して国内に産業を増やしたいだから国内の労働者を増やすようにしたいんだメキシコ人とかいらないんだっていう人だとじゃあトランプ大統領に投資をして、うん、で結果としてそういう法制やってもらおうってなるので日本と違ってその直接お金を払うことの対価が得やすいんですよね、うん、日本の場合自民党になんかお金を払ったからといって政策が変わることほとんどないんですけど、うん、アメリカの場合その大統領をこっちにするかこっちにするかでその後の生活全然変わってくるのでなのでお金を払いやすいし払った効果が得やすいっていう違いはあるんじゃないかなと思いますけど、うん、あとこれすごく最近増えてるお金ですねネットの個人献金なんですね、うん、で個人献金っていうのは自分がそうだそうだって思うような過激な主張をしてくれるとすごく皆さんがお金を入れるんですよ、うん、要は好きなサッカーチームとか野球チームにお金払うみたいなね、グッズ買うみたいなノリでボン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 お金を入れるっていうような形もどんどん増えてるので、うん、利害関係も、まあ、そうなんですけれどもあとはもう相手が嫌いだから入れるとか、ね、そういうような、うん、結構感情的な個人献金の金額が増えてるのでこれ今爆発的にお金が増えてるっていうのもありますしかも集まったお金で結構結果は左右されるってことですね、はい、そうです、はい、めっちゃ怖い気がするんですけどねだから派手なことを言えば言うほどお金が集まるということで、まあ、それが政治的分断と言われるものを、まあ、引き起こしている面もあります他の裁判で例えばその議会に襲撃を、はいまあ、依頼したような形になったじゃないかとか、はい割と大きい裁判残ってますけど、うん、あれの影響ってどう考えてます？そうですね、まあ、これの影響っていうのも一部のものを除いてそんなにないと思っていて本当に影響があるとしたらこのジョージア州の選挙介入事件っていうこの3つ目のやつですね上から3つ目これに関していくともしこれで本当に有罪になると、まあ、その可能性もちょっと減ってきてるんですけどもなるとですね、これは大統領が恩赦することができ自分が恩赦することはできないので、これはなんと数年間はですね、刑務所の中にぶち込まれる可能性があるんですね、なのでこれ以外は、まあ、そんなに支持にも影響を与えないし、まあ、現実的な問題でもないというところです、うん、ただこの3つ目のやつは、ですね、トランプさんを取り調べる立場の、ハンジさんがいるんですけどその人は特別、検察官というのを任命してトランプを調べたんですけど実はこの2人が不倫でできてたって問題があって、うんでその捜査大丈夫かみたいな話になっているのでちょっとここはジョージア州ではトランプさんを攻め立てる陣営の勢いが落ちてるっていうそういう面もあります、ね、ジョージア州のやつとかもその11月までに判決まで行くことはまあありえないじゃないですか、はい、そうですね。ですんでまあ基本的にはトランプ側はとにかく選挙の後までこれ引っ張るって話なので、まあどちらかというと選挙費用がかかったりとかまあそっちの方でまあ、あとは手間が取られるとかですねそういうようなボディーブロー的な話かなと思います全体的に、はい、世論調査もありまして、うん、これ有罪判決が出た場合トランプ氏に投票する人は、まあ、3ポイントだけ減少してます、うん、3ポイントしか減らないですねそうあとなぜかバイデン氏も1ポイント減ってるという、うん、トランプ氏が有罪で有罪ならということなんですけどでこれ強固なトランプ支持者に限って見てみますと、うん、トランプ氏にそれでも投票するって人は 65% で強固な支持者でもいや有罪だったらしないよという人が 9% いるということなんですよね、うん、このしない人ってのはバイデンさんにも別に投票しないですよねだから投票しないってことですよね多分そもそもそうですね、投票に行かないっていう、行かないっていう可能性がありますね。ただまあ結局有罪かどうかっていうのは最高裁の判決の話になってくると思うんですよ。その州のじゃなくて、うん、だから あまり意味のない質問なんじゃないかと思ってるんですけど。そうなんですね、はい、そしてバイデン氏に動きがあるっていうのも個人的にはすごく気になるというか、うん、せめて増えるなら分かるんですけどやっぱりバイデンは弱いっていうことになっちゃう、うん、バイデンさん基本弱いですね、はい、トランプさんが強いんではなくてバイデンさんが弱いっていうのが今の大統領選の状況だと思います、ね、この2人以外にこう新しいこう未来を担うような方たちがアメリカから生まれてきていないという
事実にかなり違和感を持っていて、うん、どうしてこういう事態になっているのかなっていうのはすごく不思議だなと思います、うん、ね、はい、そうですね、生まれてないわけではなくて、はい、その共和党トランプ強すぎ問題ですよね。他の人が、ね、トランプさんいなかったら別に全然それなりの人がいるんですけど、はい、これはですね、共和党と民主党でそれぞれ問題があるんですよ、はい、で大統領っていうのは普通は今まではですね、州知事を経験した人がやるっていうのが、はい、通例なんですね。州でこんな実績があったから私大統領やらせてくださいって話なんですけど、でも最近違うじゃないですか、はい、これ何かっていうとですね、共和党が州レベルの地方選挙強すぎて州知事を大量に取ってるんですね、うん、で民主党が取ってきたんですね。で民主党側は取れてるのはニューヨークとカリフォルニアとか、うん、その偏ってるっていうか、民主党州なんですよ、うん、でそうすると何が起きるかっていうと、共和党はじゃあ大統領を誰なりたい人手を挙げてくださいって中で予備選挙ってやるんですけど、うん、そうすると笑ってすごい人数出てきちゃうんですね、うん、そうするとトランプさんが 30% ぐらいしか強固な支持者がいなくても、うん、他の人たちが 10% とかになっちゃうので、うん、相対的にトランプさん強すぎ問題ってさっきの話なんですけど、他が割れすぎ問題っていうのもあるんです、うん、で民主党の方は州知事でイケてる候補者がいないのではあまり、なので、じゃあ議員から選ぶかって話なんですけど、アメリカって実は議員は長老政治なんですね。議員は年食ってる人たちが力強いので、じゃあ議員から実績のある人を選ぶって話になると老人です。先をこう見るとですね、今回有罪評決ですけども、結局量刑は7月11日とそこで決めますよと、うん、でその4日後に共和党大会が控えているということで、馬場さんが言うように、そもそもその共和党はこれでいいんですかと、他に候補いないんですかとか、そこをさっき見たみたいに、赤木さんが言うようにこんな罪でと言うんですが、残されている玉は大きいですよねっていう、さっきやったみたいに議会選挙とか、あるいはそのジョージア州の選挙不正みたいなこと、介入みたいなことになってくると、ここの大玉の裁判を刑事事件で控えている中で、このままいけるのかと。そしてまた先日は30秒ぐらいフリーズしちゃって、トランプさん大丈夫と、年齢的にもみたいなことを考えると、これから半年ぐらいかけての選挙戦、どうなんだろうとかって思うんですけど、ここはどうでしょう。そうですね、まずフリーズの方でいくと、バイデンさんの方はしょっちゅうフリーズしてるんですけど、切り取りですか。そこはあそこにあれかなと思ってるんですけど、なんていうんですかね、これやっぱりさっき日本人との感覚の違いっていうのはかなりあると思っていて、その裁判所であるとか検事っていうものが基本的に党派性がついてるんですね。だ日本だとそこの人は公務員で、なんか公正中立やってんだろうっていうふうに思ったりするんですけど、党派性がついてる人たちがやってるっていうふうに見えてるんです、アメリカの人たちは。これは共和党系、これは民主党系っていう。だから共和党のですね、下院のトップ、今のジョンソンさんという人なんですけども、は今回のじゃあこの判決どういうふうに言ってるかっていうと、民主党が司法を武器化してる、政治的な武器にして共和党を攻撃してるんだっていうふうに話をしてるので、それが共和党の今のところ内部のコンセンサスなはずですから、その判決っていうものは はめられたものなんだっていうことで、共和党の党大会でも問題なくトランプさんに行くと思います。他の裁判もそれで行きますかね。他の裁判も今回のはね、それこそニューヨーク州だみたいなことも含めて、そもそも彼らは、言ってみればその選挙結果そのものが不正だったという、その流れの中で選挙、今回の裁判結果だってそうだというのは、理屈上はなんか分かるんですけども、そのまま乗り切れていけるのかっていう、他の裁判も全部それで突っ張れるつもりだと思います。むしろエネルギーにしてみたいな。むしろそうですね。このまま行くとやっぱりトランプ優勢なんじゃねえかっていう気がしちゃうんですけど、渡瀬さんどう読んでます？そうですね、今現在選挙するとトランプは勝ちます。でも先ほど申し上げた通り、第2コーナー回ったところなのでまだ分からんと。で重要なのはこれからトランプさんは副大統領候補者を選ぶんですね、で副大統領候補者でちょっとマイルドな人を選んでみんなの合意を取りに行くのか、それとも自分への忠誠度マックスの過激な人を選ぶのかっていうのによって結構変わってくると思うんですよ、でそこで過激な人を選ぶと、バイデンさんにも勝ち目が出てくるし、マイルドな人を選ぶとトランプの優勢っていうのは結構続くんじゃないか。アメリカの大統領選挙って、アメリカ国内だけで影響が済むならともかく、その世界中にこうね、世界の警察っていうのもちょっと控えめにはなってるとはいえ、世界中の政策にこう影響を与えるのに、なんかこんなごちゃごちゃしてるめっちゃ怖いなって思っちゃいましたね、トランプさんになったらどうなるんだっていうのが気になってる人も、本当に日本にとってどうなんですかね、そのトランプさんがなったりしたら。そうですね、
共和党と民主党はそういうことで偏ったことばっかり言ってですね、コロコロコロ政策が変わるんですけど、うん、アメリカで一番重要なのは米軍なので、うん、米軍の方針は変わらないんですね、うん、つまり、中国が一番の敵なので、うん、世界中からちょっとずつリソースをこのインド太平洋地域に集中していこうっていうのはおそらく共和党でも民主党でも変わらないので、うん、その米軍の合理的な行動をあんまり邪魔しないでほしいですよね、その共和党と民主党の人たちはそれぞれ、うん、そういう意味でアメリカの骨太っていうか部分は米軍なので、うん、それをに対してどうやってチャチャ入れるのかって、チャチャが入らないようにするのかとか、チャチャがどう入るのかっていうのが今の状況だと思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。